ットで見てるかな。大川さん見てます。今 YouTube で。そう。もう映ってるんですか。はい、映ってる。声も入ってる。声も入って、入ってますか。うん。違った雰囲気で、うん、あれですけど、スクとはまたちょっと違ったね。みんな慣れてますか？慣れてます。初めてだな。んか緊張感が、そうだね、この良い感じがすごかったですけど、ね、もう緊張しっぱい。血圧測られていいですか、ね、心臓が取れてる。これさ、そうですよね、まだ来たばっかりなのに。2週間前に来たばっかりで、今頑張ってますよ、ね、あと40秒で始まりますので、はい、宜野湾JCGタイム。こんにちは、宜野湾チュイ CG タイムの時間です。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。本日はなんとですね、特別放送をしていますのでよろしくお願いします。お相手は赤峰舞と、はい、FM 宜野湾の山内です。です、はい、通っていこうかなと思いました。通っていこうかなと思ったんですけどね、すごい大人数来ていただいて皆さんありがとうございます。はい、暑い中、はい、よろしくお願いします。はい、はい、本日はなんと野竹三区ひまわり体操サークルの皆さんがカラオケを歌いにやってきました。はい、素晴らしい、本当に皆さん後でじっくり紹介していきたいと思います。はい、今日の放送は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りしておりますので、皆様最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。そしてこの番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。
ナンクルナイサーあすごい語呂を合わせてもらいましたそうですその通りナンクルナイサーなんですよ、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね YouTube とツイキャスにて映像も配信してますので皆さんぜひですねあのひまわり体操サークルに応援メッセージなどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは幸せをつなぐギノワンチュイ CG タイム今日も始まります。皆さん早口になってます。早い、ゆっくり、ゆっくり、はい、今 CM はおこっちからすぐ聞こえるんだね、うん、CM 今流れてますので、住所はいいですよ、名前だけで大丈夫です。住所言ったら大変ですので個人情報だよ、個人情報名前だけ始まります。はい、皆さんこんにちは。7月31日水曜日、ギノワンチュイ CG タイム、今日はカラオケ特集の日になってます。よろしくお願いします。はい、はい、早速ですけど野竹3区からひまわり体操サークルの皆さんが来てますので、うん、具志堅会長から自己紹介お願いします。はい、わかりました。野竹3区自治会長を務めております、はい、具志堅浩一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣に行きましょう、はい、宮里光子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前川久介です。よろしくお願いします。松島春子です。よろしくお願いします。はい、コメス達夫です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村千代です。よろしくお願いします。はい、あ、どうします。あ、はい、浜田文子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中峰ひろこです。よろしくお願いします。そしてもう一お方、前田よしこです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、頑張りましょう。はい、頑張っていきます。そしてスタジオには地域包括支援センター普天間の、宮城さん、屋良さん、そして社協からは、テリアさんとあったさんも応援に駆けつけております。皆さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで早速ですがカラオケの1曲、うん、はい、1曲歌いますか。いきたいと思います。はい、はい、曲名は何でしょうか。沈黙女子、沈黙女子、あの一生懸命頑張ってまいりましたので、よろしくよく聞いてください。はい、ではよろしくお願いし、準備 OK ですか。はい、よろしくお願いします。あんまたむのきぶとんどきぶしぬきぶさぬなだそうそうよいしなくなよちゅぬゆわんぬやがてちんちんちんのこよしめうがはるからむどみそちしぶいにちんかちれくにおちんものにとんど
かめばきやあらばきすがにくむくさりじょきやあらくみからうさぎりよかめしなぎのちゅらむぬやとととかちまりすじさんだまぶやうとちゃくとめんたぬはめがあとと花組ちゅしぶりさきちゅちぶ三本うこるますわおとととあとと はい、ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。多分ホッとしたかと思いますが、はいね、早速、はい、ひまわり体操サークルどんなところかと、その前にあのコメントの方が届いておりますので紹介したいと思います、はい、あマイク後ろの方に誰か、はいはい、持ってて大丈夫ですよ、はいはい、埼玉県の大塚健二さんからコメントが来ております。あこんにちはということでコメント来て、歌だいいですねということで、どんな歌詞なんですかっていうことで質問が、多分方言だから、はい、ちょっとね、この方埼玉の方なので、うん、ちょっと意味がわからないと思うんですよ。どなたか教えきれる方いますか。宮里さんが、ね、あマイクに宮里さんくっついて、 お母さんが、はい、何か夕飯炊いてるんだけど、なんていうの、焚き木が、うん、煙がとっても目に染みてね、身に染みるよって泣かないでよ、今日の夕飯はチンヌクって言ったら里芋みたいなもんです。あそうなんですね。でそれをが入った夕飯を作るので、うん、それでチンヌクって言うんですよね方言で。でチンチンチンヌクジューシーめいたらジューシーめいたら炊き込みご飯炊き込みご飯、そうですね、炊き込みご飯雑炊みたいなもんね、はいはいはい、そうだよって言って、でおかえね、味がついてるの、味がついてるの、味がついてるおいしいからね、はい、これ一番の歌詞、はい、はい、一番の歌詞、はい、まあこんな感じの歌詞ということですね、はい、ありがとうございます。大塚さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ早速質問していきますか。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。あですね、野崎さん区のひまわり体操サークルはいつやっているんでしょうか。毎週金曜日、はい、10時から11時半ですよね。その後一応お茶タイムしながら、うんうん、時間があればおしゃべりタイムしながらノートレ、はい、もう私自身で考えたもので、はい、会長はやっております。会長が考えたノートレのあれがあるんですか。いくつか一応は持ってます。すごい。ミニデートも一応披露しております。素晴らしいですね。ミニデート第1と第4は、まあ、うん、別から来るんですけど講師が、はいはいはい、第2第3の場合はどうしても遊ばすわけにはいかないし、うん、はい、遊ぶところであるんですけど、うん、遊ばすこの時間を利用して運動しながら脳トレをしたり、はい、ホワイトボードゲームですか。おー、ゲーム、そういうのをやっております。高かったおかげで、うん、よくできましたね。あ、よくできました大丈夫ですよ、皆さん本当に自由に喋っていただいてそうそう、ラジオなので、はいはい、マイクで喋ってもらえれば、はいはい、後ろの方マイク持ってますか。マイク持って喋りましょうかね、はい、実際じゃあ早速ひまわり体操通ってみて何か感想を、じゃあ感想を聞きたいなと思うんですけど、後ろから聞きましょうかね。じゃあ松島さんから、はい、感想。はい、今日ですね、このようにして、はい、私も初めてこういうふうに、うんうん、何と言いましょうか、ラジオ、はい、カラオケ、ラジオですね、はい、初めてでありまして、うん、とてももう自分でも本当に素晴らしい、初めて参加して、うん、とてももう
嬉しく思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。課長さん、じゃあ小飯さん。小飯さん、はい、あ、小飯と申します。はい、ちょっと声が調子が悪いんですけど、うん、あ、そうなんですか。感想といたしましては、楽しいです。とにかく楽しいですか。とにかく楽しくて、もうコミュニケーションも取れて、うんうん、いい集まりだと自分では思ってます。なるほど、以上です。ありがとうございます。それでは中村さん。はい、はい、こんにちは、中村です。はい、毎週金曜日ですけどね、はい、10時前になったらね、公民館ね、自然と足が向いてるんですよ。はい、だからとても楽しい時間を過ごしています。はい、ありがとうございます。浜田さん、よろしくお願いします。浜田です。はい、私も体操がとっても好きなので、これをもう楽しみに待ってます。1週間待ちかけてます。おお、すごいですね。どんな体操をやりますか、浜田さん。どんな体操をやってますか。何でもいいです。何でもいい。体を動かすのが好きなんで。ああ、そうなんですね。とても楽しいです。浜田さんはね、もう本当運動が好きでですね、です、朝早く起きてもう何キロか歩いてきて、あ、そうなんですか。毎日また水泳もやってるんですよ。私一回水泳もジムで見ました、はい、浜田さん。すごい。天間から真っ暗と帰って水泳って、ものすごく。そうなんですね、すごいな。すごいですね。じゃあ中峰さん。はい、はい、どうも。毎週金曜日も前の日からワクワクしてます。先輩たちが多いんですけれども、はい、たくさんいつも元気をもらっています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では後ろの前田さんも、はい、ぜひ。はい、はいはい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。朝10時から、金曜日の朝10時からの体操ですけど、はい、あっという間にも終わってしまうんですけど、もう本当に体操して気持ちがすっきり。もう腰痛持ちなんですよ、はいはいはい、だけどこの腰痛がちょっと良くなったなという感じもしますので、続けていきたいと思います。はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、じゃあ九助さん。あ、九助さん、まだ九助さん、もう何で何で、これで、はい、はい、マイク、あ、皆さん、はい、こんにちは。はい、僕はですね、歌とても好きだけど、はい、この団体で歌をの今日初めてで、ね、大変よろしかったです。はい、よろしかった。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ宮里さんも。宮里さん、はい、私はね、なんていうかね、体操とか、うん、踊りも民舞をやってるんだけど、はい、民舞も体操のうちだねと思って一生懸命やってます。体操も、はいはい、うん、ダンスみたいな体操もあるし、うん、いろいろまたこちらでももうダンス体操どうにかしてまたみんなに披露できるようなあれをやってみようか作ってみようかと思うくらい、そうですね、今のところ考えています、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、なんとですね、野岳3区からは、はい、ミュージック体操を自分たちも作りたいっていう依頼が。体操を、はい、自分なんかダンス、ウェオザナみたいな DVD を作りたいという依頼が来てますので、あ、ぜひ作りましょう。よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。具志堅会長、はい、実際皆さん平均年齢を聞いていいんでしょうか。平均は僕が下げてる状態です。あ、そうなんですか。僕の言ったとしたら85は余ってますよね。うん、80だね、平均。平均80代。僕を言ってた場合は80になりますね。すごいですね。すごいですね。皆さん生き生きとして。まだまだ83歳、4歳ですって言うんだもん。ああ、まだまだなんですね。まだ84歳です。気持ちはみんな分かる。実際には80。うん、一番年上で、いくつですかね。6年前でございます。6年前 ?6 年生。もう上げてくるまで。89歳。で、中村さんが80。85歳で、私が6歳、ね、86歳、女の人は相当寿命伸びてますね。寿命伸びで、私が84
87歳いくらだからでしょ、うん、いや皆さん元気すぎて、うん、そうですね、すごい元気すぎて人の話半分聞き半分父してからまた話が狂ってしまうんですあんまり元気がありすぎて元気がありすぎていつも皆さん公民館で見かけるような顔ぶれなんですけどはいはいはい、まあ今ねどんなところかっていうこのひまわり体操サークル聞きましたけど、はい、その楽しいところとかっていうのを聞いてます、ね、みんな楽しくやってるからね、はいはいはい、そうですね、どの辺が楽しいのかなっていうのをちょっとラジオ聞いてる人たちにアピールしてほしいなと思うんですけど、はい、どうしますこれ全員に聞きますか、そうちょっと実感がね、うん、あれなので具志堅会長、はいはい、代表して、はいはい、どんなところが楽しい、はい、どんなポイントが毎日が楽しいからね、はいはいはい、どんなところが言われても僕はまあ現役で仕事をしてる時から公民館は足げく帰っておりましたから、はいはい、皆さん兄弟みたいな感じでね接しておりまして、はいはいはい、で、まあ、今4月から自治会長になったんですけど、はい、さらにこれがまあ、トンネル近所地域の人みんな、うん、なんでそういうこんないろんな月曜日から週末金曜日で楽しい行事があるにもかかわらず、はい、来ないっていうのがちょっと寂しいところもありますけど、はいはい、徐々に徐々に子供、うん、青年 OB、はい、で高齢者、はい、まあ、徐々に徐々に増えてるところが本当に良かったなと思っておりますけど、ただこの楽しさを来ないとわからない、あ、なるほど、ね、だから引っ張って来るように努力をしてるんですけど、来た人はやっぱ楽しかったよって帰ったのが本当に嬉しいですね、はいはいはい、いいですね、はいはい、そう、野田家3区の特徴としてはもう誰でも OK っていうのが、はい、来るものは拒まない、拒まない、はい、拒まない、野田家3区住んでる住んでないは関係なしに関係ないです、来たい人はどうぞっていう感じなんですよね、はいはい、来たい人はね一緒になってお茶飲みながらも、うん、いろいろ話し合いして、はい、その次にはまた来たい人もみんな、あ、みんなが引っ張ってくる感じなんですね、うん、そうそうそう、もう一レベル頂戴して死んでいってますから、はい、はいはいはい、じゃあもうね、はい、もう皆さん本当に遊びにまずは来てもらいたいという形ですね、ですね、はい、顔出していただければ1週間暇なしですよ、1週間暇なし、1週間暇なし素晴らしい素晴らしいですね、はい、素敵ですね、はい、大塚さん来てます、楽しい、一度足を運んでみて自分で感じてくださいということですかねって来てます、うん、はい、はい、そうですね、ぜひ大塚さんもぜひね野崎さん顔を出していただければ、8月に来たい、はい、あ、前からミニで行ってみたいっていうことを言われてるので、はい、ぜひ、はい、来てください、みんなで待ってます、はい、よろしくお願いします、はい、そして太鼓さんからもコメントが来ていて、もう何キロも歩くってすごいですねということで来ています、皆さん元気ですごいって来てますね、はい、うん、さあそしてですね、野田家3区体操サークルももちろんなんですけど、はい、他にも何か魅力は、他の魅力はいろいろあるからね、いろいろあるからね、ご飯が美味しい、火曜日はミニ で、うん、で踊りもやるし、やるでしょ、うん、で水曜日が僕公民館建築古いもんですから、あ、建設 の、 建腰回収やって、腰回収で資金作りして、みんなでまた夜明け、うん、終わった時点でまた天ぷらのふみちゃんという方が作って、はい、これを食べながらまた、はいはい、談笑しながら帰ればもう3時4時になったりするもんですね、うん、で夜は夜で三味線サークルもあるでしょう、三味線サークルもある、はい、木曜日は民部サークルね、民部サークルがあって10時からもう12時までギリギリやる、ギリギリまで踊ってるんですね、うん、でまた金曜日はまたあれでしょ、ひまわりが、はい、もうそうですね、で何ですか、今ちょうど夏休み期間でしょう、はい、で、ま、月水金と日曜日は子供、今度子供会のまた子供会のイエイサーを立ち上げたんですね、そうです、今日来る前野田家3区やったら子供たちがパーランク持って、はい、今日練習3時から4時は練習日だったんですが、あ、そうなんですね、で一生懸命も頑張ってるところであります、はいはいはい、いいですね、子供からも本当にお年寄りまで集まってきて楽しむということですね、はいはい、それでは皆さんにですね、その皆さん元気、もうすごい生き生きとしてるんですよ、僕から見ても、はい、その、まあ、元気の秘訣ではないですけども、生きがいみたいなのを聞かせていただければと思うんですが、これ皆さんに聞いていいですか、はい、皆さん、はい、じゃあ宮里さんからお願いしていいですか、はい、私はもうこれからでも、はい、いろいろ何でも
挑戦したいなと思ってるもんだから、はいはいはい、まだまだ84歳、まだ84歳だけど、はい、これからあと30年は頑張ろうと思って100超えました、ね、一生懸命なってます。あ、素晴らしい、はい、それがもう生き生きとした秘訣ですね、はい、一生懸命何でも やってみたいなと思ってます、はいはい、素晴らしい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では前川さん、はいはい、私はですね、はい、もう今のところもうどこも痛くないので、はい、もうすごい死ぬまで行きたいと思います死ぬまで行きたい死ぬまで素晴らしい、はい、素敵ですね、はい、では、松島さん、はい、あの生きがいとかなんていうんですかね、元気の秘訣、元気の秘訣教えてください。元気の秘訣、元気元気元気の秘訣、なんで元気ねって、なんで元気ね、マイクで、マイクで、マイクで、マイクは、マイク、あ、私はなんで元気かということは、はい、ですね、なんで元気かということは、月火はデイケアでうんと体操しています、はい、午前中、はい、また金曜日は公民館、うん、またその他はお家でベランダ一周、うん、ベランダ一周してるんですか、100回200回、はい、もう足が悪いですから、この足を強くするためには、はい、あのずっとこういう風にして運動、そして好き嫌いなく、またあの皆さんと一緒に交わりすること、あ、交わること、ね、あの話し合い、公民館、そういうのがね、とってもあのこういうものがありまして、うん、感謝しています。だから私の母が100、もうやがて7歳になりますけれども、まだ元気パリパリで、はい、はい、あの今日も母のところ行ってきましたけど、デイケアなんですね、はい、そういうふうにしてあの私もまた母をあやかって、はい、皆さんと一緒にまた体操もしながら、また好き嫌いなく、はい、運動もやって長生きしたいです、はい、ありがとうございました。はい、歩いてくださってありがとうございました。では小飯さん、はい、はい、あ、生きがいですか、あと元気の秘訣、元気の秘訣、皆さん生き生きしてるので、元気の秘訣は、はい、そうですね、あ、自分が住んでる家を、うん、あの毎朝あの拭き掃除してるんですよ。すごい。それは何のためかというと、なんか、あ、足とか、あ、筋力、筋トレみたいな感じで、あの日常生活でそれをやっているんですよ、はい、その後にあのその集まりに、あ、集まりに行って人と関わって行くことが、なんかいいですね、はい、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは中村さん、はい、お願いします。はい、中村です。あの私はですね、はい、今までずっとシルバーで働いてるんですよ。あ、そうなんですか。だからこれが健康の秘訣じゃないかなと思ってます。なるほど、やはりね、朝起きたり、あ、明日仕事だねっていう時には、うんうん、生きがいが出てくるんです、ね、うん、あ、なるほど、はい、そういうことです。はい、ありがとうございます。浜田さんは、はい、はいはい、私は浜田です。私の生きがいはですね、はい、私は体動かすのが好きなもので、はい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 、浦添のガルフというところに行ってるんですよ、はい、バスを乗って、はい、おー、バスで、あっちで午前中はいろいろ筋トレして、はい、また午後はプールに行って泳いだりして、はいはい、これが生きがいですね。わかりました、それで元気になっていると思います。はい、ありがとうございます。時間がないので中峰さん、前田さん、一言ずつでお願いしていいですか、はい、すいません、はいはい、あ、なんか先輩たちの話聞いて、なんかとても、はい、パワー、元気をもらってます、はい、いつもありがとうございます、ありがとうございます。前田さん、はい、私はですね、月曜日からずっと1週間日程が入ってるんですよ、はい、で月曜日はあの白蓮で、あ、はい、真矢さんも時間がないので一言でごめんなさいあと15秒しかないです、はいはい、もうレクサークルもあの生きがいとして頑張っています。はい、ありがとうございます、はい、はい、それでは野田家3区の二枚体操皆さんありがとうございました。さよなら、すいません、時間なくてごめんなさい。最後会長に聞こうと思ったんだけどまたぜひ皆さん、私の子だからね
素晴らしかった。すいません、皆さんも最後ありがとうございます。